一ナフチルアミンは、方向属アミンの一つ、アルファーナフチルアミンとも呼ばれる。不回臭を持つ無色の針状結晶で、空気中で次第に、紅色、褐色へと着色する。一、ニトロナフタレンを、塩酸と鉄と共に摂取70度ほどで還元する、ことによって得られる。この反応による、混合物の中の一ナフチルアミンは、飽和水。 酸化カルシウム水溶液によって中和し、水蒸気蒸留を行うことで生成できる。また、一ナフトールを、酢酸ナトリウムや塩化アンモニウム、酢酸,酸と共に熱するか、アンモニアと塩化カルシウムとともに、摂氏270度に熱することでも得られる。アゾシキソの合成中間体として利用される。例えば硫酸とともに熱して、ナフチオン酸とし、ベンジジンとのジアゾカにより、 今後オレットが得られる。こうした色素は、焙煎剤を使わず直接木綿を染色できることから、有用性が高かった。尿路経営の発がん性を明確に有するに、ナフチルアミンとは異なり、国際癌研究機関は1ナフチルアミンを人に、対する発がん性を分類できないとしている。かつて1ナフチルアミンを扱う労働者に、がん患者が多発したが、 当時のイチナフチルアミンには不純物としてに、ナフチルアミンが数パーセント含まれておりその影響と区別がつかないまた動物実験でも純粋なイチナフチルアミンが発言性を有するという明確な結果は得られていないことからグループ3となっているしかし各国ではイチナフチルアミンに発言性があるものとして法規制を加えている日本でも 船舶安全法や航空法において、毒物類としての規制がある。また、労働安全衛生法では、特定化学物質の第一類に指定され、製造に、厚生労働大臣の許可が必要であるなどの規制がある。1ナフチルアミン。EARC ーーモネグラフスサプリメント7、260から261。 http://monographs.ierc.fr コロンススララッッシシュュスラッシュイングリッシュスラッシュ monographs スラッシュ suppl7 スラッシュ suppl7-114.pdf ありがとうございます。